町の話題、お得な情報をお伝えする J ちゃんピックアップのコーナーです。さあ岡さん、はい、口笛は吹けますよね、はい、ちょっとあの自信を持ってどうぞ、はい、今はウグイスですね。無理しなくていいです。あの口笛はですね、美しい音色を奏でる音楽として最近口ずさむ人が多くなってきているそうなんです。はい、おとといですね、大阪で口笛の決勝大会が開かれたんです。テープ審査を通過し決勝大会に進んだのは100人中わずか18人で、そのうち香川から2人が参加しました。綺麗な音でしょ。すごいですね。はい、音楽の一つとして最近注目を浴びている口笛。今年4回目を迎える日本オープン口笛音楽コンクール決勝大会。日本オープンなんですね。はい、日本の大会では草分け的存在で、世界レベルの演奏者も出場する大会なんです。地元香川からは2回目の決勝大会進出を果たした高松市の会社員田所敦史さんと、そしてもう一人、初めてのエントリーで決勝大会に進出したスーパー中学生、帯浦のみゆうさんが出場しました。二人ともこの大会で十分優勝を狙える実力の持ち主です。あのね、今日もさっきリハーサル聞いてたけどね、結構レベル上がってますね。田所さんは周りへの迷惑も考えて練習はもっぱら車の中です。そんな田所さん、ライバルはいるんでしょうか。ライバルですか。います。ちなみにどこの方ですか。口笛村の村長さんというインターネットで有名な方なんですけど。やっぱり口笛村の村長さんです。口笛村の村長さんって誰なんでしょう。村長さんはインターネットや世界選手権などでも活躍する口笛界の鉄人なんです。この方ですか。はい、なんといっても音程と表現力が抜群。決勝大会当日を迎えました。田所さん、かなり緊張しているようですね。他のライバルたちも最終調整に余念がありません。みゆちゃんは初めてだけにさらに緊張しているようです。みんなむちゃくちゃ上手いですから、まあ、でもいいとこは行くと思うんですけど、ね、こんな、あの、なんていうのかな、あの年でそんなに老けるのみたいなふうに思いましたね。まあ、将来性から言えば確実に、はい、彼女ですね。村長さんは若いみゆちゃんの将来性に脅威を感じています。さて、審査の主なポイントは音程と息遣い、そして表現力の3つなんだそうです。まずは田所さんです。かっこいい。はい、この後の笑顔がまた素晴らしい。はい、まあなんとかホッとしてます。終わって、でも手応えは何だろう。まあまあ、去年よりはあります。いや、まあとりあえず最後までちゃんと吹けてよかったです。結果は田所さん見事入賞です。おー、よかったですね。はい、そしてみゆちゃんは口笛の音程が安定していたのが評価され、なんと3位に当たる審査員特別賞を獲得しました。村長さんが言ってた通りですね。はい、
そしてグランプリはやはり優勝候補の村長さんでした。村長さんの割若いですもんね自分では納得できた演奏だったんで、あの入賞できてすごい嬉しいですね。すごい嬉しいです、はい。女の子らしい優しい音で聞いててホレホレしてました。やっぱ新ライバルですね。すごいです。いやライバルです上です一番上です。いや田川さんいかがですか。いやなんか素晴らしいですね。なんかあのオーケストラのその録音してる音ですかね、はい、あれに負けない迫力がありましたね。そうです、もう完全に楽器ですよね。楽器というか吹奏楽ですね。いやもうだからソリストですよね。そうですよね。後のオーケストラがついてくるという口笛がソリストになってるという、 いやこれ生で聞いてみたいので、ぜひあの君と歩きたいです。口笛吹きながらこう歩いてもらいたいなと思うんですけどいいですね、素敵ですね。気になる方、この方もね、はい、その目線とねこう手つきがなんか指揮者になったような感じには見えますね。オペラと一緒ですよね。確かにね。そして村長さんが村長さんなのに若いっていうところが私好きになったんでぜひちょっとなんか君と歩きたいに、いやしっかりお話と演奏を聞いてみたいと思いますね、はい。Jちゃんピックアップをお伝えしました。続いて